では、そろそろ時間になりましたので、第10回目の計算科学特論 A を始めていきたいと思います。本日は、行列計算における高速アルゴリズムということで、電気通信大学の山本先生に講義をしていただきます。では、よろしくお願いします。電気通信大学の山本と申します。よろしくお願いいたします。本日は行列計算における高速アルゴリズムということで、特に大規模連立一方程式の反復解法について基礎的なところをお話ししたいと思います。で、今回連立一方程式の反復解法といいましても、特にクイロフ分空間法と呼ばれる、効率的な解法について中心的にお話ししたいと思います。で、クイロフ分空間法に関する原理ですとか、あるいは代表的な解法、それから収束性を加速する前処理という手法、それから最後に簡単に物理のシミュレーションへの応用についてお話をしたいと思います。まず初めにですけれども、今回は AX イコール B という連立一方程式を扱います。で、特にその A が大規模な素行列の場合を考えるということにします。応用としましては、例えば差分法、有限要素法などによる偏微分方程式の解法ですとか、連立常微分方程式の解法、また非線形方程式の解法、それから固有値計算といった他の線形計算の部品としての応用があります。で、連立方程式の解法というのは、係数行列の種類によって、いろいろ適した解法が違うわけですけども、分類としまして、密行列、素行列、帯行列、それから他の構造を持つ行列、それから数学的な性質としまして、対称非対称、正定値といったものがあります。それに応じまして、例えばその幅の狭い帯行列だったら直接解法が有利ですとか、あるいは対称正定値だったらコレスキー分解が使えるし、また強弱勾配法という強弱の解法も使えるといったような使い分けがあります。で、まず直接解法と反復解法についてですけども、直接解法をこの講義の前の講義でやったかと思いますけれども、行列 A を A イコール LU というふうに分解しまして、Ly イコール B と UX イコール Y という2つの三角方程式を順番に解くという方法です。これは素行列向けの解法というのもありまして、ゼロでない要素のみに対して演算を行うことで、演算量とというふうな素行列 LU 分解というものがあります。特にその対称正定値の場合にはコレスキー分解が使われます。直接解法の特徴としましては、何といっても有限解の演算で解が求まるということで、所要時間がほぼ予測できること、それから悪条件の問題に強いことというのが特徴です。その反面、行列の非ゼロ要素数に比べて、数倍から数十倍の記憶容量が必要というふうな欠点があります。これはフィルインといいまして、消去を行っていく段階で、ゼロだった要素がゼロでなくなることによるものです。そのために演算量が大きくなったり、メモリ量が必要になったりします。一方、反復解法というのは、その真の解に収束するようなベクトル列を順次生成していく解法で、特徴としましては反復解法、直接解法の反対ですが、反復回数が事前にはわからないことが多い、それから収束しない場合があるというふうな問題点があります。その代わり、消去法に比べて行列 A を変形せずに、行列とベクトルの積という形でのみ用いるために、余分な記憶領域が必要でないというのが一番の特徴です。それから、うまく収束する場合には演算量は直接解法に比べてはるかに小さいということがとよく知られています。反復解法の中でも定常反復法と非定常反復法というのがありまして、定常反復法というのは線形の全化式、つまり C と D を定数の行列、定数ベクトルとして、xn プラス1イコール cxn プラス d というふうに、こういうふうな全化式で x を計算していくような解法です。うまく c と d を選びますと、この方程式が、この全化式が収束して、真の解に収束するということが分かっています。このふうに簡単な解法なんですが、その代わり収束時数は1時ということで、あんまり早くなくて、それから収束率は C の固有値に依存するというふうな解法です。このタイプとしては、ガウス・ダイデル法ですとか、SOR 法、ADI 法、マルチグリッド法といったようなものがあります。
それに対して否定上反復法というのがありまして、これはXN から XN プラス1を求める全化式が XN に関して非線形であったり、あるいは否定上、つまり N に依存して変わるような反復解法です。まあ、アルゴリズムは複雑になるんですが、まあ、その分定常反復法よりも収束が早いというのが普通です。まあ、ここに依属するものとして、まあ、今回説明するクリロフ部分空間法、あるいはチェビシェフ矛盾反復法といったようなものがあります。で、まあ、その反復法の話を始める前に、その行列の条件数ということについて、簡単にお話ししたいと思います。今、行列 A があった場合に、その A 点地 A という行列を考えますと、これが対象で非不定値で、固有値がすべて0以上の実数というふうになります。で、まあ、その固有値の平方根を大きい順に σ1、σ2、σm というふうに名前を付けまして、そうしますと、その行列が正則であるというのは、σm が正であるということと、まあ、等価になります。さらに、この一番小さいシグマ M と一番大きいシグマ1との比を A の条件数というふうに言います。つまり A トランスポーズ A の固有値の最大のものと最小のものとの比を、まあ、条件数というふうに呼ぶわけです。まあ、特にその単位行列の条件数は1になります。で、まあ、条件数が大きい行列というのは、実は数値的に非常に解きにくい行列というふうにであることが知られていまして、反復解法においても、まあ、収束化しにくい行列であるということになります。まあ、これがその反復解法を使う際の一つの、まあ、尺度になるような量です。それでは次に、クリロフ部分空間法について話をしたいと思います。まずクリロフ部分空間とは何かといいますと、AX イコール B について、B にどんどん A をかけていって、まあ、ベクトルの列ができるわけですが、それらの張る部分空間を、まあ、クリロフ部分空間というふうに言います。具体的には、その KN の AB という N 字のクリロフ部分空間は、B、AB、A2 乗 B、A の N-1 乗 B というふうな、N 本のベクトルの張る空間です。で、クリロフ部分空間法というのは、この KN、AB の中で X の近似値を求めるような解法です。で、具体的にはその1次のクリロフ部分空間から始めまして、2次3次っていうふうに、まあ、どんどんクリロフ部分空間を広げていきまして、それに伴って、解を探索する範囲も、まあ、どんどん広げていく。で、その各 N に対してクリロフ部分空間の中で、まあ、何らかの意味で最適な解を最適な近似解を見つけるというふうな方法です。で、まあ、クリロフ部分空間の定義から分かりますように、N が大きくないにつれて、クリロフ部分空間っていうのは、どんどん前の空間を含むような形になりますので、どんどん広い範囲で、解を探していって、まあ、原理的にはだんだん解が良くなってくるはずであるということです。で、まあ、その各部分空間の中で、どんなふうな基準で近似解を定めるかによって、まあ、いろんなクリロフ部分空間法があります。で、まあ、クリロフ部分空間は N が増えると空間が拡大するんですが、まあ、拡大といってもそのちょうど前の空間と同じ空間になってしまうってこともまあ考えられます。そうしますとその空間の拡大が止まってしまって、それ以上はまあ何回やっても空間が広がりませんので、その外に解があったら見つからないんじゃないかっていうふうな懸念があります。ところが実はそういうことはなくて、空間が広がらないところまで行きましたら、必ずそこの中に解があるというふうな定理があります。ここに述べた通り、まあ、A が正則行列の場合に、クリロフ部分空間をどんどん作っていって、KN プラス1が KN にと等しくなった、まあ、そういうふうな、最小の N があったとします。そうしますと、AX イコール B の解っていうのは必ず KN の AB に含まれるというふうなことが言えます。まあ、証明は、ここに書いてある通り簡単でして、クリロフ部分空間が、まあ、それ以上拡大しなくなるっていうことは、
K の N プラス1に含まれるベクトルである A の N 乗 B っていうものが、KN の元である B から A の N マイナス1乗 B の線形結合で書けるっていうこと で、かつその、ここでもし C が0だとすると、両辺が全部 A 以上がかかった方になりますので、A で割ってやって、A の N マイナス1乗 B について、もう同じ式が成り立つんで、まあ、矛盾ということになって、まあ、最小性に対して矛盾ということになりますので、まあ、C0 は0でないと。そこでその両辺を C0 で割って整理すると、まあ、この最後から2行目のような式が出てきまして、これはその実は、A にクリード不分空間のゲームをかけたものが B になっているというふうな式になります。まあ、つまり、そのクリード不分空間の中に、解が存在しているということを示しています。こんなふうにして、この定義によって、まあ、クリード不分空間だけを考えてやれば必ずその中で解が見つかるということが保証されています。で、クリード不分空間を理論的に解析するにあたって、残差多項式というものを使うと便利です。で、KN の中にある解っていうのは、B から NN-1 乗 B までの線形結合で書けているんですが、これをその、まあ、A の多項式というふうに見まして、見てやります。そうしますと、X の残差というものを考えてやると、残差というのは AX-B ですけども、この AX-B っていうのはこんなふうに書けると。そうすると、これは B というベクトルに行列 A の多項式をかけたものというふうに見ることができます。この多項式を残差多項式、というふうに言います。で今X を一つ決めるっていうことは、実は残差を一つ決めるっていうことと等価で、残差を決めるっていうことは、この残差多項式を決めるっていうことと等価なので、結局その X を一つ決めるっていうのは、残差多項式を一つ決めることと等価になります。ですので、まあ、X の決め方を考える代わりに、残差多項式の決め方を考える、というふうにして、まあ、クリード不分空間法を考えることもできます。まあ、これは後で出てきます。で、まあ、クリード不分空間法は、空間中で解を求めますので、まあ、何らかのその規定を作って、まあ、その線形結合で解を表現するわけですが、まあ、数値的な観点から言いますと、規定っていうのは、まあ、正規直行である方が、誤差に対して強いので、普通は正規直行規定を作って、その線形結合として解を考えます。ですので、まあ、ちょっとこれからしばらく正規直行規定の作り方というのをやります。まあ、考え方としましては、クリード不分空間1次のものは B のみからなる、B の定数倍のみからなる、まあ、空間ですので、その規定としては B を正規化したものを考えると。それから次に、これに A をかけてやって、AQ1 っていうものを作りまして、それを V2 とするんですが、まあ、正規直行化するために V2 を Q1 に対して直行化して、かつ正規化して Q2 を作成する。そしたらまた Q2 に対して A をかけて空間を広げてやって、できたベクトルを Q1、Q2 に対して直行化して、さらに正規化して Q3 を作成する。というふうに、まあ、空間を一つずつ、次元一つずつ拡大しながら、新しい規定を作って、それを前の正規直行規定に対して正規直行化するという、まあ、いわゆるグラムシュミット法と空間の拡大を代わり番号にやるということによって、正規直行規定を作りつつ、まあ、空間を拡大するということができます。これを、まあ、アーノルディ仮定というふうに言います。これが、基本的な不規則部分空間と正規直行規定の作り方です。まあアルゴリズムの形で書きますとこんなふうになりまして、まず Q1 っていう正規直行規定を作りまして、それから N イコール1、2、3っていうループで空間を広げるんですけども、まずその Qn に対して A をかけて空間を広げてやりまして、それからその1から N までの以前に作った規定に対して正規直行化を直行化をしてやると、まあ、これはグラムシュミット法そのものです。
それから、まあ、正規化をしてやるということで、まあ、これを繰り返すわけです。で、まあ、こうしますと、ここから分かるように、新しい規定 QN プラス1っていうのは、AQN と、それから Q1、Q2、QN の線形結合になってますので、逆にこの AQN っていうものを Q1 から QN プラス1の線形結合として書くこともできます。それがこの式です。で、この式っていうのはその各 i に対して成り立ってるんですけども、まあ、これをまとめて Q1、Q2、Q3 に対して書いてやりますと、Q をまとめた行列っていうのを大文字の QN っていうふうに書いて、このグラムシュミット法の係数をまとめた行列っていうのを H っていうふうに書いてやりますと、AQN イコール QN プラス1の HN チルダーというふうな式が成り立ちます。これはまあ単にこの両辺がベクトルであるような式をまとめて行列の式にしたものです。こうしますと、そのアーノルディ仮定を行って、行列の式一本で書くことができまして、これをそのアーノルディ分解というふうに言います。ですので、まあ、理論的にいろいろ考える際には、このような行列表現をしておくと便利だということになります。で、まあ、今この AQN イコール QN プラス1の HN チルダっていうふうな式を作ったんですけども、これに両辺に左から QN の点値っていうものをかけてやって、QN が列が直交するような行列であることに注意しますと、まあ、両辺左からかけるとこんなふうになりますけども、これっていうのが、単位行列に近いものになります。まあ、こっちは N プラス列あって、こっちが、N 行なので、まあ、単位行列そのものではなくてないんですが、それですみません、ちょっとここ間違えてまして、ここの部分が単位行列なんですけども、N プラス1かける N じゃなくて、縦が N で横が N プラス1ですね。ですから、この N かける N の単位行列に、右に1列0がついたもの、そういった行列になります。それに HN チルダーをかけますと、結局その HN チルダーの最終行を省いたものになって、まあ、こんな行列になります。それをまあ HN というふうに書いてある。そうすると、QN 点値の AQN っていうのが、まあ、こういう HN っていう行列になるんですが、これはその HN っていうのは、A という行列をクイルハブ無空間に遮影したものっていうふうに見ることができます。で、まあ、これはその、まあ、次回にあります、小雪計算のアーノルディ法の原理につながっていきます。で、まあ、さらに、この A が対象行列、実対象行列の場合には、QN 点値の AQN っていう左辺と右辺を点値を取りますと、左辺の方は、QN 点値の AQN を点値しても、やっぱり QN 点値の AQN です。まあ、A が実対象ですので。で、そうしますと、右辺は HN 点値になるはずですから、HN は自分自身と点値が等しい。つまり対象行列になります。ということは、HN はこの左下の三角部分が0ですから、右上の三角部分も0になるはず。QN 点値の AQN というのはこんなふうな三重対角行列になります。で、これは何を意味するかといいますと、この H1 とか H12 っていうものは、アーノルディ仮定において、グラムシュミット法で直交化をしたときの係数なんですが、これを見ますと、右上部分にあたる係数っていうのは全部0になっているということで、つまり、計算しなくてもすでに0になることが分かっているということになります。ということは、その、
AQI というものをどんどん直行化していくわけですけども、QI と QI-1 に対して直行化すれば、それ以前のベクトルとは直行化しなくても、すでに直行化されているということをこれは意味しています。ですので、マーノリ直行化の部分を実対称行列の場合には非常に減らすことができまして、前のすればいいということになります。このふうにしてアーノイリー過程の計算量を減らした方法を、ランチョス過程と呼びまして、これはこういう一計算の、ランチョス法の、基礎になっています。それからまた後で説明する条約勾配法の基礎にもなっています。で、ランチョス過程を、アルゴリズムの形で書くとこんなふうになりまして、Q1 を B を直行化、正規化したものから始めて、順番に空間を広げていくわけですが、今 AQN っていう新しいベクトルを作ってやって、それを普通のアーノイリー過程だと、Q1 から QN 全てに対して直行化していたんですが、ここではその QN-1 と QN というふうな直前の2つのみに対して直行化すればいいということで、アルゴリズムが一重ループになって、ずっと計算量が減っています。で、こういった、直前の2つのみに対して直行化を行うということで、QN プラス1っていうのが、QN-1 と QN のみから計算されているということで、これは参考完全化式というものになりまして、演算量が、N によらず、チャンプ化体の演算量が一定であるというふうな大きな特徴があります。以上がその空乗部分空間の作り方と、それから同時に正規直行規定を作るやり方です。で、こんなふうにしてその正規直行規定ができましたら、それを使って、うまく線形結合の係数を決めてやって、解を表現するということになります。で、その解の決め方としては、3つほどよく使える原理がありまして、残差の最小化、それからリッツ・ガラーキン法、ペトロフ・ガラーキン法といったような方法があります。ですので、この3つの原理のどれかを使って、今の正規直行規定の係数を決めてやって、XN っていう近似解を表現してやるということになります。これをどれを使うかによって、いろんな変種があります。で一番分かりやすい原理は残差最小化でして、これは残差っていうのは先ほど定義しましたように AX-B です。で、AX-B が0だったら当然真の解になりますので、R がなるべく小さくなるように、実際にはその残差ではなくて、誤差を最小化したいんですけども、一般にはこれは難しいので、残差を最小化するというようなことを考えます。で、GM レス法ですとか、あるいはミンレス法といった方法がこのタイプに属します。で、2番目の方法としましては、リッツ・ガラーキン法というのがありまして、これはその残差が、XN の残差が N 字のクイルフ部分空間に直行するように XN を選ぶというふうな方法です。これは残差をなるべく小さくするというのではないんですけども、残差をクイルフ部分空間に遮影した成分が0になるように選ぶということで、これもある意味自然な方法になっています。で、この方法については、いろんな数学的な性質が言えるんですけども、その一つとしまして、1個前までの残差っていうのは、実はこっちのクイの部分空間に入っているので、左辺が新しい残差になりますので、新しい残差っていうのは、今までの残差に対して直行しているというふうな性質を持っています。
ですので、まあ、残差ベクトルを R1、R2、R3 というふうにするときに、この残差ベクトルというのは、クリスマス分空間の直行形をなすというふうな性質が言えます。で、他にも、まあ、このリッツ・ガラーキン法はいろんな特徴付けができまして、まあ、特にその対称整定値行列の場合ですが、このリッツ・ガラーキン法というのは、ファイ x っていう、まあ、こういうふうに定義される関数を各ステップで最小化しているというふうな見方ができます。ファイ x jx-x.hb というふうな関数です。で、まあ、容易にわかりますように、このファイ x の最小値を求めてやると、それがちょうど ax イコール b の解になっているということが言えます。まあ、これは x で微分してやれば、まあ、そうなります。で、まあ、各その、クイルホフ分空間に xn が含まれている場合はどうなるかと言いますと、xn が knab の中に入っているので、x はその、knab の正規直行規定の線形結合でかけるということで、まあ、正規直行規定を並べた行列、ラージ Qn の Qn に何らかのベクトルをかけたものというふうに書くことができます。そこで、この式を代入してやりますと、ファイの Xn っていうものが、2分の1の Qny の点値の A の Qny、マイナス Qny の点値の B というふうなことになりまして、まあ、Y の関数になっているということになります。で、これを最初にする y っていうのはどういうものかと言いますと、まあ、y の関数として、微分してやればいいので、こんなふうな qn 点値の aqny-b=0 というふうな式になるんですが、これは何を意味しているかと言いますと、この qny っていうのは x ですから、ax-b が q っていう行列とかけると0になるということで、つまりその ax-b がクイルホフ分空間と直行している。つまり残差が今までのクイルホフ分空間と直行しているということになります。これは先ほどのリッツ・ガラーキン法の特徴付けですから、結局そのリッツ・ガラーキン法というのは、こういう二次形式を最小化している、各ステップでクイルホフ分空間中でこういう二次形式を最小化しているというふうに考えることもできます。それから最後に、まあ、一応3番目ですけども、もう一つの特徴付けができまして、まあ、誤差 xn-x スターっていう、まあ、x スターが真の解で、誤差 en を考えてやりますと、en の a ノルムというもの、つまり e に a を挟んで en 点値の aen っていうふうなノルムを考えてやりますと、やっぱりこれが0になるときに E は0になりますので、まあ、一種の誤差の測り方というふうに考えることができます。でこれは式をちょっと展開してやりますと、まあ、こんなふうになりまして、で、まあ、X スターは今定数ですから、X 点値 AX-2X 点値の A の X スタープラスこうなって、この AX スターっていうのは、ちょうど B ですね。AX イコール B なので。ということで、結局その、さっきの φx の2倍というものになります。ということは、その、φx を最小化しているので、これは誤差の A ノルムを各ステップで最小化しているというふうに理解することもできます。まあ、こんなふうにして、リッツ・ガラーキン法は、残差を最小化しているわけではないんですけども、ファイ x っていう関数を最小化したり、あるいは誤差の a ノルムを最小化しているというふうな意味付けをすることができます。で、まあ、後で説明します CG 法っていうのは、このリッツ・ガラーキン法の一種です。
で、3番目の方法として、あのペトロフガラキン法というのがあります。で、まあ、律ガラキン法っていうのは、基本的には対象行列の場合に使うことが多いんですけども、ペトロフガラキン法っていうのは非対象行列の場合に使うことが多い解法です。これはクリロフ分空間とは別の、LN っていう部分空間の列、まあ、クリロフ分空間と同じように、まあ、L1 が L2 に含まれて、さらに L3 に含まれてっていうふうな、だんだん次元が大きくなって、かつその前の空間を含むような列っていうものを考えてやって、残差が L に直行するように選ぶというふうな方法です。これはまあ律ガラキン法の一種の拡張になっていまして、律ガラキン法では LN としてクリロフ部分空間 KN を取っているわけですけども、それを拡張したような方法になっています。で、対象でない場合にはさっきの律ガラキン法をそのまま使うのが難しいんですけれども、このペトロフガラキン法のように拡張することによって、まあ、同様の解法を作ることができまして、バイ CG 法と呼ばれる、まあ、非対称行列用の解法、それから QML 法といったような解法をがこの原理に基づいています。まあ、以上でその3つの基本的な原理を説明しましたけれども、先ほど導入しました残差多項式というものを使ってやると、公式でやりますと、残差多項式っていうのは定数号がマイナス1の N 次多項式というふうな特徴付けがありますので、それの集合を PN としてやると、残差っていうものは残差多項式を使って φn の a×b というふうに書くことができます。ですので、この残差多項式のノルムを、残差多項式 ×b のノルムをあらゆる残差多項式の中で、まあ、最小化しているというのが、まあ、残差多項式を使った、残差最小化法の特徴付けということになります。一方で、その律ガラキン法も同じように特徴付けることができまして、まあ、今誤差を EN としますと、 A×EN っていうのはまあ、AX-B で R になりますから、誤差と残差っていうのは誤差に A をかけると R というふうな関係があります。ですので、律ガラキン法の誤差の A ノルムを最小化しているっていうふうな特徴を使ってやりますと、これは残差の A インバースノルムを最小化しているというふうに言うことができて、これは残差多項式を使うと、まあ、こんなふうな量を最小化していると。で、まあ、さらにちょっと変形をしてやって、B 点値 ×A インバースの φNA×A×φNA×A のインバース B っていうふうにやってみますと、 A インバース B っていうのはその X スターっていう、つまり真の解ですから、とここがこんなふうになりまして、よくその φnA×E0 というふうな量を最小化しているというふうに言うこともできます。ですので、まあ、多項式を使って言いますと、律ガラキン法というのはその φn×E0というふうな量の最小化問題を解いているというふうな言い方もできます。まあ、以上がその空所部分空間法の原理でして、これからのいくつか代表的なアルゴリズムについて、まあ、説明していきたいと思います。で、
先ほど言いましたように、3つほど主な原理がありまして、残暑最小化に基づく方法、実ガラキン法、ペトルフガラキン法というふうにありますけれども、残暑最小化に基づく方法は、一番有名なのが GMS 法といいまして、一般化最小残暑法というふうなアルゴリズムです。これは非対称行列向けのアルゴリズムです。それは対称行列に特化したアルゴリズムとして、ミンレス法というものがありまして、これは最小残暑法といいます。一方で、リッツ・ガラキン法に基づく解法としては、有名な CG 法、協約購買法、それから FOM 法といったような解法があります。一方で、ペトロフ・ガラキン法に基づく解法は、バイ・ CG 法、総協約購買法、それから QMR 法、CGS 法、バイ・ CG スタブ法といったような解法があります。まず GMS 法を、この3つ赤いのを書きましたけれども、これについて簡単に説明をしたいと思います。まず GMS 法なんですけれども、GMS 法っていうのは先ほど言いましたように残暑最小化ですので、クリルフ分空間の中で残暑を最小にする X を選ぶというふうな解法です。で、X がクリルフ分空間に入っていますので、中で探しますので、X をこの正規直行規定の線形結合として、Qn×y というふうに書いてありますと、今、残暑最小化なので、Ax-b の2ノルムを考えてありますと、これは A×Qny-b というふうになります。でここで先ほどのアーノーリー分解の式を使いますと、AQn というのは Qn プラス 1×HN チューダーというふうな形で、1個先まで含んだ正規直行規定の行列と、それからヘッセンベルグ行列、これは N プラス 1×N の行列なんですけども、それの積として書けると。で、さらにこの B っていうのは何かと言いますと、B が右辺ベクトルで、それを正規化することによって、最初のクリルフ部分空間の規定を作りましたので、B を正規化したものが Q1 になっている。ということは、B っていうのは、こういう Qn っていう行列の、あるいは Qn プラス1っていう行列の第1列に、この B のノルムをかけたものになっているということですので、このB っていうものを Qn プラス 1× E1 っていう単位ベクトルですね。それかける B のノルムというふうに書き直すことができます。こんなふうにしてその Qn プラス1でくくってやりますと、Qn プラス1っていうのは列が直行する行列なので、この2ノルムの中から省くことができます。Qn プラス1をかけてもかけなくても2ノルムは変わらないというふうな特徴がありますので、これ省いてやって、最後にその HN 中田 Y マイナスB2 の E1 というような式に変形することができます。でこの式は、HN っていうのが、N プラス 1×1 の縦に長い行列で、YN っていうのが N 次元ベクトルなので、N 次元ベクトルによって、この N プラス1次元ベクトルの長さを最小化したいというふうな式になっていますので、最小二乗問題になります。これをゼロにすることは一般にできないので、最小二乗問題になります。ですので、この最小二乗問題を解くことによって、y を求めると、それが n ステップ目における最小残暑解ということになります。こういう最小二乗問題を解くには、一般に係数行列を QR 分解して、H が U と R の積というふうに QR 分解しまして、それから RNY イコール UN 点値の これに従って各ステップの X を求めてやるということになります。
まあ、さらにいろいろそのエッジがヘッセンベルグ行列っていう、つまりあの上三角プラス対角が1本増えたような行列なんで、まあ、QR 分解がオーダー N 乗で計算できるですとか、あるいはその前のステップでの QR 分解を使うことによってオーダー N で計算できるとか、そういったいろんな工夫をしますと、まあ、1ステップあたりの計算量が、まあ、オーダー N 程度で、この最小2乗問題の解を、まあ、順次求めていくことができる。こういったものをその全部アルゴリズムの形でまとめてやりますと、こんなふうになりまして、ちょっと非常に細かい字がたくさんあって、パッと見てなかなかわからないんですけど、わかりにくいんですけれども、まあ、やってることはその最初の部分で、アンノルディ過程によって正規直を規定を生成して、そうするとその副産物として、HN チルダーっていうふうなあのヘッセンベルグ行列ができます。それの異分付、それをその QR 分解して、それから右辺を求めてやって、交代代入をして、最小2乗解を求めるといったようなことを繰り返すアルゴリズムになっています。で、まあ、これがあの GMS 法でして、まあ、クリフム分空間法の中では一番分かりやすい解法なんですけれども、まあ、特徴としましては計算の途中で破綻が起こることはないというのが一番の特徴です。それからその、まあ、残差最小化ということで差が範囲をどんどん拡大しながら各ステップで残差最小化をしていますので、まあ、残差というのは必ず N とともに単調に減少するというのが、まあ、一番の特徴です。ですので、まあ、非対称行列向けのクリルフ分空間法としては一番ロバストな方法であるということが言えます。一方でデメリットとしましては、所要メモリとチャンプクあたりの演算量が N に比例して増加するというのが問題点です。で、チャンプクあたりが N に比例するんで、全体の演算量というのは N2乗に比例して、まあ、どんどん増えていってしまうというのが問題点です。これはなぜかと言いますと、ちょうどアンノルディ過程そのものに起因していまして、アンノルディ過程では、ステップが進むほど直行化すべきベクトルが増えていきますので、1ステップあたりの演算量が、数になります。ですので、まあ、実用的には、どんどん N を増やしていくんではなくて、例えば、100ステップまで来たら、もうそこでリスタートといって、そこでの解を、解だけを取っておいて、そこから出発して、もう一回初めから解き直す、といったようなことをすることがあります。で、一方で、そのミンレス法っていうのは、まあ、GMS 法を対象行列に適用したものですけども、対象行列の場合には、アンノルディ過程がランチョス過程になりますので、所要メモリとチャンプあたりの計算量を非常に減らすことができまして、まあ、N に依存しない定数にすることができます。まあ、ただ、この方法は丸め誤差に弱くて、誤差が混入しやすいというようなことも言われています。で、2番目の方法としまして、正定値対称行列の場合の CG 法について説明したいと思います。この方法では、まあ、リッツ・ガラキン法ですので、各ステップにおいて、残差 AX-B が、クリルフ分空間に直行するように X を選ぶというふうなことになります。ですので、まあ、さっきと同じように、X がクリルフ分空間に入っていますので、X イコール QI というふうに正規直行規定の線結合で書いてありますと、これが、書いてありまして、それでリッツ・ガラキン法の原理である残差 AX-B がクリルフ分空間に直行する、つまり正規直行規定とかけて0になるというようなことを変形してやりますと、ここの部分が X イコール QY を代入してこんなふうになりまして、で、9点値 AQY-
ったように急転地 AQ っていうのは三重対角行列になりますので、これは三重対角行列 T を使って TY-QB ということになります。さらにその B っていうのはその1番目の正規直を着てと同じ方向を向いてますから、行列 Q とベクトル B をかけると最初の成分だけが1になって残り全部0になりますので、TY-E1=0 というふうな式になります。でこんなふうにして、ランチョス規定で、ランチョス過程で TN を生成してやれば、その TN を元とする、係数行列とするような方程式を解いてやることによって、係数ベクトル Y を求めることができるということになります。まあ、TN っていうのは三重対角行列なんで、簡単に LU 分解できて、が求まる、こんな風になります。まあ、これがランチョス法の原理で、まあ、つまり列柄ラーキン法をそのまんま書いたようなものです。こんな風にして原理は難しくないんですけれども、実はこの方法のまんまではよく知られた CG 法にはなっていなくて、というのはこの方法ではまず Y を求めてから、それにこの Q っていうベクトル、Q っていう行列をかけるっていうふうなアルゴリズムになってますので、この Q っていう行列そのものを取っておかなくてはならないということになります。ということになりますと、どんどん取っておくべきベクトルが N とともに N に比例して増えてきてしまいますので、まあ、メモリが反復回数につれて増大してしまうということになります。そこでその実用的な CG 法ではこれを少し変形しまして、各ステップで求めた XN を使って次の XN プラス1を求めるというふうな XN と XN プラス1の関係式の形にこれを書き直すということをやります。まあそれがこのスライドなんですけども、まあ、ちょっとここは説明に時間がかかりますので、まあ、省略しますけれども、もし興味がありましたら、このスライドとその次のスライドで、まあ、X に対して、まあ、全化式を導出するということをやっていますので、まあ、ちょっと見ておいていただければと思います。そうしますと、最終的にこの X イコール QI っていう式が、XN-1 を使って、書くことができまして、その時に P っていう補助ベクトルが出てくるんですけども、実はこの X と P だけを保存しておけば、それを使って次の XN が計算できるというような全化式を作ることができます。最終的に、アルゴリズムはこんな風になりまして、これはちょっとかなり変形を行ったものなので、最初のランチョス過程とはなかなか対応がつきにくいんですけれども、今言ったように全化式の形で変形したものです。ですので こんなふうなその X と P、 それからあとまあ R ですね、 R っていう残差ベクトルを使って、全化式が書かれているというような形になっています。で先ほど言いましたように、その列柄ラーキン法っていうのはこういう φx っていう関数を最小化しているというふうに見ることもできますが、実はこのアルゴリズムはむしろそういうふうに解釈した方が理解がしやすくて、この pn-1 っていうのを第 n ステップでの探索方向というふうに見まして、pn 方向に進んで関数が最小値になるようにステップ幅を決める、それが α であって、
これらを使って x を xn-1 プラス αnpn-1 っていうふうに次の値を決めるというふうな解釈ができます。で、まあ、こんなふうにしてその先ほどの関数最小化というふうな見方がこのできるアルゴリズムになっています。まあ、CG 法の性質としましては、もちろんその、クイドフ部分空間中で解を求めますが、X1 から Xn の張る空間がちょうどクイドフ部分空間になっているということとか、あと、残差ベクトルの張る空間が、やっぱりクイドフ部分空間になっている。それから、P っていう、進行方向ベクトルですね。これの張る空間もクイドフ部分空間になっている。といったことが証明できます。それから、残差の直交性というのも、実はこれは先ほどリッツ・ガラキン法の一般的な性質として示したことですけども、証明できて、それから短冊方向の強弱性といったことも示せます。で、CG 法の特徴としましては、計算の途中で破綻が起こることはないということですとか、あるいは残差そのものは特に単調に減少にするってことはないんですけども、誤差の A ノルムですね。誤差の A ノルムが単調に減少するっていうふうな特徴があります。それからその GMS 法と比べた大きな特徴として、所要メモリと1アンプ当たりの演算量っていうのが N に依存しないということが言えまして、これは直前の2つのベクトルとのみ直行化すればいいっていうふうな、この断調過程の性質から来ています。それからその CG 法については、収束性がある程度理論的に解析されていまして、こんなふうな評価式が成り立っています。で、E0 っていうのが初期の誤差でして、EN っていうのが、N ステップにおける誤差として、両方とも A ノルムで評価した場合に、この E0 に比べて EN がどのくらい減少しているかっていう、この相対的な減少率が、こんなふうな量で抑えられるというふうな結果があります。で、カッパっていうのは、最初にちょっと説明しました A の条件数でして、最小公有値と最大公有値の比のような量です。で、これを見ますと、カッパが1、例えば単位行列の場合にはカッパが1ですが、そうしますと、この分子のルートカッパマイナス1が0になりますので、単位行列の場合にはもう1回で収束するというふうな結果が得られます。逆に、その条件数の大きい行列ですと、分子と分母が、例えばカッパが10の8乗とかですと、それに1を足しても1を引いてもほとんど値が変わりませんので、この括弧の中が非常に1に近い数になってしまいまして、そうしますと、0.999 とかそういった非常に1に近い数になりまして、そうしますと何回かけてもなかなかその値が減らないということになります。ですので、収束が遅いということになります。こんなふうにして、CG 法の場合には、特に、この、条件数によって、収束性が大きく変わるということが、理論的にも、評価式が簡単に得られるということになっています。で、CG 法の収束性に関しては、いろんな理論的な結果が得られていまして、実はその、相異なる固有値の個数によって、収束性が変わるということも知られています。例えば、相異なる固有値の個数が M スターの場合に、高々 M スター界で収束するというふうなことが知られています。これらは残差多項式の理論を使って、証明することができます。それから、その、固有値が
少数のクラスターに固まっている場合も収束が早いといったことが知られています。で、こういった性質を使いまして収束を加速する方法というのがありまして、それが前処理と呼ばれるものです。つまりその固有値を1個あるいは少数個のクラスターに集中させることができれば、指示法の収束が早くなるということが分かりますので、この目的のために AXB のという方程式を別の対象整定値な係数行列を持つ連立一致方程式に変形して解くというふうなことが行われています。これを前処理と言いまして、後ほど説明したいと思います。で、最後に倍指示法というものについて説明しますけれども、これはいろんな導出方法があるんですけれども、形式的にはこういうふうな 0a 点値 0xx ハットイコール bb ハットというふうな方程式を考えまして、これに対して指示法を適用するということができます。で、A が、倍指示法っていうのは A が非対称の場合の解法なんですけれども、A が非対称であっても、こんな風に A を反対角に並べてやると、この行列は転置しても自分自身と等しくなるので対称になりまして、さらにこの方程式の解っていうのは、この方程式っていうのは、AX ハットイコールB っていう方程式と A 点値 X イコール B ハットっていう方程式2つに分離できますので、これの解が求まったら X イコール B の解も求まるというふうな特徴があります。で、実はこれは対象ではあるんですが、整定値じゃないので本当はその指示法は適用できないんですが、これに対して指示法を形式的に適用してやると、この下のようなアルゴリズムが得られまして、これのことを倍指示法というふうに言います。これによってその指示法と同じような計算量で非対称の方程式を解くことができます。で、ただ指示法は対称整定値の場合にはブレイクダウンっていう破綻が起こらないんですが、これはその整定値ではないんで破綻が起こる可能性がありまして、アルゴリズム中で、分数が出てくるんですが、分母が0になるとか、そういったことがある可能性があります。で、これがその規定を生成できないですとか、あるいは CG4 で LU 分解やってるところに相当するところで LU 分解ができないといったようなブレイクダウンっていうのがありまして、ちょっとその複雑になるんですけども、アルゴリズム上の工夫によって回避することはが知られています。で、こんなふうに作った倍指示法は本来その整定値向けの CG 法を整定値じゃない行列に対して適用していることに相当しますので、残差あるいは誤差の A ノルムが必ず単調に減少するというふうな用意して必要はないんですが、その代わり、所要メモリと1反復あたりの演算量は N に依存しないというふうな性質があります。これがその GMS 法と比べた場合の大きな長所になります。ですので、GMS 法と倍指示法を比べますと、両方とも非対称行列用の解法なんですが、GMS 法は安定で残差が単調に減少する代わりに演算量が大きくて、倍指示法は逆に1アンプコあたりが定数の演算量というふうに演算量が小さい代わりに安定性には欠けるといったような解法になります。ですので、倍指示がもしうまく収束する場合には、こちらの方が早いということが多いです。で、倍指示法は、いろんなアルゴリズムのベースになっていまして、派生した解法というのがいくつもあります。例えば CGS 法というのがありまして、倍指示法を変形して、2倍の速さで収束するように
変形したような解放っていうのがあります。ただこれがうまくいくときは非常に早いんですが、不安定性が起きる場合にはより大きな不安定性が起きてしまうので、安定性っていう意味では、ちょっと劣る場合もあります。一方でバイシージスタブ法っていうのがありまして、これはちょっと残差多項式の言葉を使って説明しないといけないんですけれども、残差多項式を少し安定化するっていうふうなことをやりまして、指示法の不安定性を少し抑えようとした解法です。これはいろんな問題に対してうまく働くことが知られていまして、非常によく使える解法の一つです。それから日本明大にいらっしゃる張先生が開発された GP バイシージ法というものもありまして、バイシージスタブ法よりもアルゴリズムはずっと複雑なんですけども、収束が早いというわけではないんですけども、収束特性がスムーズになる、残差があんまり振動せずに収束するようにした解法というのもあります。一般には残差があんまり振動しない方が精度の面では望ましいので、誤差の点で有利な解法ということになります。以上で基本的な解法の話を終わりまして、先ほどお話ししました前処理の話に移りたいと思います。前処理っていうのは行列を何らかの意味で条件を良くするような処理ですけれども、基本的な考え方としまして、行列 K っていう A とは別の行列があって、 A を何らかの意味で、K が近似しているとします。そうすると、A に左から K インバースをかけたような行列の方程式、 K インバース AX イコール K インバース B っていうようなものを考えますと、これは元と等価な方程式ですけれども、この K インバース A っていうのは A に比べてより単位行列に近くなっているというふうに考えられます。そうしますと、例えばクイルホフ分空間法の収束はより速くなるということが一般に期待できます。こういった変形を前処理、特に左前処理というふうに言います。でただ K インバース A を作ってしまいますと、一般にその A が対称であっても非対称になってしまいますので、代わりに両側前処理っていうものもありまして、 K1 インバースの A の K2 インバース Y イコール K1 インバース B っていうのは、こういう方程式を考えて、ただしそうするとこっちの部分も処理しなきゃいけないので、後で X イコール K2 インバース Y っていうふうに X の方も後で逆変換してやる、そういったことが考えられます。ここでK1 イコール K2 っていうふうに置いてやると、K1 のマイナス、K1 イコール K2 の転記っていうふうに置いてやると、この左側の行列は対称正定値になりますので、前処理をしても対称正定値が保たれるということで、CG 法が使えるということになります。こんなふうにして、別の方程式に変換して、反復法を適用するってことが考えられるんですけども、いくつかK に対して求められる性質がありまして、一つはK インバース A がなるべく単位行列に近いことというのが必要です。それによって、収束が速くなるということが期待できると。それからK の生成が容易でないといけないと。で例えばK インバースの A の本当の逆行列にしてしまえば、K インバース A は単位行列になるんで、もう解かなくてもよくなるんですけど、その代わり K インバース自体を作るのが大変なので、その生成がある程度容易でないと意味がないと。
こういった性質を満たすような径の作り方というのはいくつかありまして、一つはその不完全 N 有分解というものです。で、まあ、A を本当に N 有分解してしまえば A のインバースは簡単に作れますけれども、そうすると先ほど言いましたように、最初に言いましたようにフィルインというものが生じて、そのフィルインを無視して、まあ、近似的な分解をするってことを考えます。で、まあ、そうしますと LU と A は等しくなくなるんですが、まあ、ただある程度近似にはなっているだろうということで、この L という U を使ってやるというのが不完全 LU 分解です。まあ、特にそのフィルインを全く無視した分解のことを ILU0 分解といいまして、それを使って前処理をすることができます。で、まあ、難しい問題の場合にはフィルインを全く無視してしまうと、まあ、行列があまり近似にならないので、1段階のみのフィルインを許す ILU1 前処理といったようなものも使えます、使われています。で、対称性定理の場合にはコレスキー分解になりますけれども、コレスキー分解でもフィルインを無視した IC0 分解といったものを使って、前処理が使われたりしています。で、これは非常に幅広いクラスの行列に対して効果が確かめられていて、 CG4 を使う場合には標準的な前処理になっています。ただ一般的にこの LU 分解ですとかコレスキー分解、それから全身抗体代入というのは蓄積的な処理になりますので、なかなかその並列化には向かないということで、そのいろんな方法が研究されています。それからそのフィルインを完全に無視したりとか、あるいは1段階だけ取り入れるというふうなやり方ではなくて、フィルインの大きさを見てそれによって判断するというふうなやり方もありまして、膜条件の問題ではこっちも有効というふうにされています。それから他にもいろんな前処理のやり方はありまして、一つは近似逆行列前処理というのがありまして、これはその A そのものではなくて A インバースを直接に近似する行列を求めるということで、まあ、ただ M があんまり密行列になってしまっては計算が大変なんで、 M の非0要素というのを適当に決めた上で、この i-am という行列がなるべくナルムが小さくなるように、まあ、最初に情報で求めるというようなことをやります。これはまあ不完全 LU 分解に比べて並列化が容易であるんですが、その代わり、ILU 分解と同程度の効果を出すには、まあ、一般により多くの非0が必要であるということが知られています。まあ、他にも対角スケーリングといったような非常に簡単な前処理もあるんですけども、まあ、これも一定の効果があることが知られています。で、まあ、以上でそのクイロフ部分空間法のいろんなアルゴリズムと、まあ、それから収束加速する方法である前処理といったことについてお話ししました。それでは最後に、加速シミュレーションへの応用ということで、ちょっとクイロフ部分空間の性質を使った応用について説明したいと思います。で、まあ、ここで波速シミュレーションって言っているのは、まあ、時間依存のシュレーディンガー方程式を解きまして、その波動関数がどんなふうに時間変化するかっていうのを、まあ、追ってみる、そういうシミュレーションのことです。ですので、まあ、時間依存のシュレーディンガー方程式というものが、まあ、基礎方程式になります。で、d プサイ dt イコール h プサイで、まあ、h っていうのはハミルトニアンですので、エルミート演算子で、まあ、簡単のためにその h がプサイとか t に依存しない場合というものを考えます。まあ、これは偏微分方程式ですので、まあ、数値解法としては時間と空間を二酸化するわけですけども、まず空間二酸化としては、まあ、差分法を使って dx dt イコール ihx というふうにしたり、あるいは有限要素法、あるいは規定関数による展開というものを使って、解くこともできます。まあ、ここではその差分法による方法を考えます。
そうしますと H っていうのはエルミート行列になるということになります。まず今空間に参加を行ったんですが、次に時間に参加を行いますけども、時間に参加では要解放とか因解放といったものがありますけれども、波速シミュレーションの場合にはクランク・ニコルソン法というのが標準的に使われているようです。でクランク・ニコルソン法っていうのはいわゆるパディケンジに基づく方法でして、エクスポネンシャルですね、エクスポネンシャル IHT っていうのが、IH デルタ T っていうのがそのデルタ T だけ時間発展させる演算子に相当しますけれども、これをその分子も分母も一次式であるような、有理関数で近似する、行列の有理関数で近似するというものです。そうしますと11パで近似ってものが、I プラス2分の1の IH デルタ T 分のじゃないや、I マイナス2分の1 IH デルタ T 分の I プラス2分の1 IH デルタ T というふうな演算子で、行列で近似することができます。で、これはその微分方程式と見ますと、この行列に関する微分方程式を中心差分を、時間方向に中心差分を使って近似したものって見ることもできます。つまり dx dt っていうのを x の t プラスデルタ t マイナス xt あるいはデルタ t で近似しまして、右辺の方を、時刻 t と時刻デルタ t での右辺の平均値として近似する、そういった方法と見ることもできます。でこれをそういった x プラスデルタ t に、x の t プラスデルタ t について、すみません、これ、ψではなくて、もう離散化したので x なんですけども、x ですね。で、こっちも x の t プラスデルタ t ですが、この x の t プラスデルタ t について解いてやると、ちょうどこの式が得られるということになります。で、この式に従って、時間発展をしていくわけですけれども、この方法っていうのは、1個タイムステップを進めるごとに、このインバースが出てきますので、連立位置方程式を解くことが必要になります。その代わりメリットとしましては、時間に関して二次精度ということで、単なる要解放とか因解放よりも精度がいい。それからもう一ついいのは、波動関数のノルムを厳密に保存するといったことが言えます。というのは、実はこの辺の行列っていうのは、容易に分かるように、ユニタリ行列になっていますので、XT と XT プラスデータ T のノルムは、同じになるということが言えます。でそこで、今日のテーマでは連立位置方程式の関係が出てくるわけですけども、これをケースとするような連立位置方程式を解くということになります。で今の場合、その H っていうのはエルミート行列なんですが、ここで解くのは、I マイナス2分の 1IH データ T が係数行列となっているような連立位置方程式なんで、この I マイナス2分の 1IH データ T っていうのは、エルミートではなくて、非エルミートになります。で、あと差分法なんかで近似した場合には大規模な素行列になるということになります。で、非エルミートなんで、CG 法とかでは解けなくて、GMS 法、あるいは BYCG 法といったような、非対称行列用の解法で解くということになってしまうんですが、ただそうは言っても、この行列を見てみると、全くの非対称というわけでもないということがわかります。つまり、この行列を I 倍してやると、H、2分の 1H デルタ T っていう部分と、それから I かける
この単位行列ですね、そういったものが出てくるということで、この i× 単位行列の部分はあの非エルミート性を持っているんですけども、それ以外の部分っていうのは実はエルミートになっています。ですので、あの正定値エルミート行列に対して、複素数のシフトを加えたような形になっています。で、まあ、こういった行列に対して想定式を解く場合に、何かクイロフ部分空間の性質を使って、まあ、うまくできないかということを考えてみますと、実はクイロフ部分空間に対してシフト不変性っていうものがあります。クイロフ部分空間っていうのは先ほども言いましたように BABA の N-1 を B というふうな形のベクトルで払える空間なんですけども、 A の代わりに A プラスシグマ I というふうな行列から作られるクイロフ部分空間を考えてやりますと、1時の項、0時の項は、まあ、B でそのままで、1時の項は A プラスシグマ I かける B というふうになるんですけども、B と A プラスシグマ I、B で払える空間というのは実はその B と AB で払える空間と同じになるわけですね。ということで、例えば2次の空間としては同じものになる。それから3次の空間を考えても、A プラスシグマ I の2乗かける B というものは、A2 乗 B と AB とそれから B の線形結合でかけるんで、結局 K の AB と K3 の AB と同じものになるといったことで、実はその K の AB っていうものと A をシフトした場合の K の A プラスシグマ AB っていうのは同じ空間になります。それを使ってやると A プラスシグマ I の B っていうのはエルミートあるいは対称ではないのでランチョス原理が使えないんですけども、 KN の AB、シグマ I の部分を除いて KN の AB を考えてやって、これの正規直行規定を作っている分にはランチョス原理が使えるわけです。ですので、まずランチョス法を使ってこの KN の AB の正規直行規定を作ってやる。それに関してはその直近の3本の規定ベクトルだけを使って参考完全化式で作ることができると。で、もう一旦その正規直行規定を作ってやったら、あとはこっちの元の行列に戻って A プラスシグマ I に戻って、GMS 相を行うことができまして、そうしますとその参考完全化式という特徴とそれから残差最小性という特徴を両方持つような解法が作ることができます。でもこんなふうにそのクイロフ部分空間法の、まあ、いろんな性質、まあ、ここでいう例えば参考完全化式ですとかシフト不変性といったものを使ってやりますと、まあ、A が必ずしもエルミートじゃない場合においても、まあ、効率的な解法を設計することができるということになります。まあ、以上でちょっと簡単なクイロフ部分空間の応用です。で、まあ、最後にですが、まあ、本発表というか、まあ、本講義では、まあ、クイロフ部分空間とその規定の生成法を説明して、まあ、方程式をクイロフ部分空間法に、クイロフ部分空間に遮蔽する3種類の方法について、まあ、説明しました。それから、まあ、GMS、CG、YCG といったような3つのアルゴリズムを説明しまして、それから変子を説明しました。それから、収束を加速させる前処理について、まあ、代表的な処方を説明しました。まあ、実際の問題にクイロフ部分空間法を適用するにあたっては、係数行列の分類というのが重要ですので、それを検討して、まあ、最適な方法をいくつか挙げた後で、実はクイロフ部分空間法をたくさんいろんな種類を実装したパッケージというのがありまして、例えば日本で開発されたリスっていうパッケージですとか、あるいはまあ世界的に広く使われている PETC といったパッケージがありますので、それを使っていろんな解法とか前処理を試してみるのがいいかと思います。で、こういったパッケージは
一つその行列とベクトルを与えてありますと、それを簡単にいろいろ解法とか前処理を変えて、結果を出すことができますので、それをやってみるといいかと思います。で、あと参考文献ですけども、いくつか挙げましたけれども、クイゾブ分空間法に特化した本としては、2番目のファンデルホーストっていう、これはクイゾブ分空間法の専門家ですけれども、イテラティブ・クイゾブ・メソッドっていう本、それからサードっていう人のイテラティブ・メソッド・フォー・スパス・リニア・システムズって本が、有名な本かと思います。それから4番目のは、いろんなクイロフ分分空間法がアルゴリズムの形で網羅されている本で、これもいろいろ役に立つかと思います。ただちょっと古くなっているので、必ずしも最新の解法が全部網羅されているわけではないです。それから一番上の本は、反復法だけではなくて、線形計算全般に関して書いてある教科書ですけれども、非常にその原理に基づいていろんなものが導出されているので、最初に読んでみるには非常にいいかと思います。それでは以上で終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。では、